最初の発表は、ことと21世紀八木道夫のグローバルなこと音楽で、発表は、コロンビア大学のキャサリン・ワタレさん。このような研究発表は初めてなので、しかも日本語でやるので、ちょっと緊張してます。どうぞよろしくお願いします。私はことと21世紀、八木道夫のグローバルなこと音楽について説明します。研究したいと。大丈夫ですか？大丈夫ですか？すみません。ことと21世紀、八木道夫のグローバルなこと音楽について発表したいと思います。まずは簡単な自己紹介をしたいと思います。私はサンフランシスコ生まれで2歳の時東京に来ました。今はニューヨークのコロンビア大学の大学生で、専攻は東アジア言語文学と音楽民族学です。昨年は三井研究フェローシップの調整を受けて、東京のアバンガルドと即興音楽のシーンについて研究をしました。その研究の時に八木道夫という琴の演奏者と最初に出会いました。今学期は東京で滞在しており、琴の演奏そして即興音楽について研究をしております。それで早速発表を始めたいと思います。この発表では琴を引用として用い、伝統文化としての日本の音楽という信仰を超えたその先へと移動を試みます。21世紀では民族音楽、地域的な音楽はさまざまなパフォーマーや聴衆の間に広がっています。また交通手段やコミュニケーション手段の発と高齢して、国境、異文化を超えた音楽的交流の機会もさらに増加しています。この発表の内容は、日本の伝統楽器である琴がグローバルの音楽シーンに非常に適しているという私自身の考えに橋を発しています。新幹線の車内で尺八を演奏するジョン・コールトレインのイメージや、鈴木大拙を読むジョン・ケージといったイメージは、今では日本の伝統文化のモダニティが紋切り型となっていることを強調します。いずれにせよ欧米の20世紀のモダニストは、日本の伝統文化、歴史、音楽、文学、仏教に興味を持ちました。だが20世紀のモダニズムはあくまで西洋的な視座であり、それらはいささか短絡的に非西洋圏の文化に遠慮されたことが明らかになってきました。イヴ・アランボアは Art Since 1900の中で、具体的美術協会の活動がジャクソン・ポルクの芸術についての Creative Misunderstanding、 創造的な誤解に基づいていると書いています。この意見は、日本に対するボア、そして20世紀の西洋モダニストの考え方をほのめかします。やはりモダニストは日本の伝統文化、和を尊敬していましたが、同時代の日本の芸術家、音楽家がモダニストの仲間だとは思っていませんでした。20世紀はますます過去へと遠ざかっていますが、モダニズムの後、グローバリズムかもしれません。やはり何が起こっているかはまだはっきりとしていないかもしれません。そしてその背景で、日本の文化、日本の伝統音楽がどのように評価されるかも明らかに、まだ明らかにはなっていません。続いては琴の歴史について説明したいと思います。スクリーンに載っていると2つの漢字、こっち左の方は金、琴、右の方は宋、琴とは読みますが、この左の方の金はさまざまな楽器に使えます。例えば一弦金など。そして古い、現在普段使われていない弦がある楽器の言葉でも
使います。中国を起源とする横方向の弦楽器は東アジアで広く利用されています。この金の漢字はそういう横方向の弦楽器の漢字です。今普通使っていることはそう右の漢字を使います。正倉院には複数の種類のことが収められており、中国、朝鮮半島、そして日本起源のものがあります。伝統に重要な楽器だとことは思われていますが、実際には非常に国際的な楽器であり、起源は前近代日本の国際貿易交流に根ざしています。日本の宗教、建築、そして言語と同じく、その起源はすごく国際的です。やはり伝統、そして正統は国際的でもあり、この国際と正統は対立な関係ではありません。現在使われていることは江戸時代からのものであり、8世紀から続けて琴のサイズ、弾き方、使い方は更新されていました。13弦の種類、17弦のベース琴、20弦、25弦などありますが、主に使われているのは今写真で見れる13弦の琴です。琴は桐から作られ、上面はかまぼこのように湾曲をしています。胴体の内側はくり抜かれています。弦は胴体の上面に設置されていて、弦はかつての弦は絹で作られていましたが、現在は雅楽琴以外はほとんどテトロンと呼ばれている合成繊維の弦を使っています。字はブリッジなんですけど、字、柱と書く漢字で、字は弦を調整するために利用されています。ブリッジは前は造形で作られていましたが、現在はプラスチック製のものがあり、安いし実際に音はもっといいので、もっといいです。演奏者は琴爪という漆塗りの鹿革のバンドを右手の3つの親指、人差し指、中指にピックとして使っています。琴は最初に日本に伝来した直後より、演奏者は琴の弾き方と作り方の進歩、そして洗練されてきていました。琴の楽器は竜の姿に目立てられ、それぞれの部員の名前もまた竜にちなみます。竜と竜尾、竜舌、竜目など竜の言葉がいっぱい使われています。竜の身体とのアナロジーは琴の国際的の証拠かもしれません。なぜならば竜は中国の文化に最も重要なシンボルであり、力、天皇、コスモロジーなどにも強調しています。琴の長弦はブリッジを使っている、この字ブリッジを使っているので、最も柔軟な楽器です。琴の長さ、そしてこの字の使い方によって広い範囲の音を出せられるので、さまざまな段階で弾けます。これは異文化圏の音楽とのコラボレーションにすごい理想的であり、民族音楽や西洋のクラシック段階などにも調弦できます。今では琴の演奏者は平拍子という
伝統的の段階でも西洋的なクラシックやポップを弾くための段階でも簡単に調整できます。あとちょっと思ったよりもっと遅く話しているので10分しかないので、前は3つの曲を弾き流したかったんですけど、コントラストとして一つだけちょっと流すんですけど、この六段の調べという最もに琴の代表的な伝統、まあ、江戸時代から八橋兼業と作曲の曲です。ちょっと長い曲なので1分ぐらいしか流しません。私は座敷など小さな部屋で一人の琴の演奏者がする演奏が多かったので、ちょっと柔らかい小さめな音でも大丈夫だったんですけど、実は今でもこれは有名な宮城道夫という大正と昭和 の演奏者と作曲家が今演奏した演奏するのを聞いたんですけど、これは彼ももうちょっと張っている弦などでこの曲を弾いてるんですけど、もうちょっと、明治時代の前、西洋的の西洋的の音楽の思考 の影響の前の琴の曲です。それでこの曲をちょっと聴けないので次は八木道夫のことについて話したいと思います。八木道夫はさまざまな音楽のスタイルを探求する上で琴の楽器自体の柔軟さを利点として用いた琴の演奏者です。彼女は愛知県の常滑で生まれて3歳から琴を習いましたが、すぐにピアノに変わって、高校時代の時にベース琴、NHK のラジオでベース琴の演奏を聴いて、琴を必死にまた勉強を始めました。彼女は20代から沢井流の家弟子として名古屋から東京に引っ越し、家に住みクリーニング料理などをしながらわずかの時間を見つけて練習しました。このつらい経験でヤギは流派の持つ階層構造と低精度に疑問を持ち始めました。1991年にヤギは米コネチカット州のウェズリアン大学で1年間客員教授に就任しました。そこではウェズリアンの大学生は毎週
自分の 作品を演奏したり、大学の教授たちは学生の創造性に期待をしました。彼女は長年弟子をしていたのに、沢井流または生田流の曲だけを、メインとして弾いていました。それでその頃ジョン・ゾーンなどニューヨークのダウンタウン音楽シーン、即興音楽、アバンガルド音楽の演奏者との交流を始めたヤギは、アメリカで非伝統的な音楽を琴で演奏することをし始めました。これら2つの経験により、彼女は沢井流をやめ、実験的、国際的なことを、琴音楽を作り始めました。独立したパフォーマーとして、ヤギは21世紀の異文化の実験音楽のコラボレーションを活用し、琴の柔軟性を活用して音を調整し、新しい弾き方を開発しています。ギター製造行政とコラボレーションをし、通常エレキギターに使用するマイクによって琴を電化されたり、ドラムセットなど音量の高い楽器と弾けるために電化したりします。ドラムセットやマレットで琴を打ち、琴が打楽器に変更することもあります。弓を用いることで西洋の弦楽器にもなったりします。彼女はペーター・ブロッツマンなどヨーロッパと欧米のアバンガルドやフリージャズのミュージシャンとのコラボレーションをします。ですがヤギは日本の伝統文化においての優位であるとも考えています。彼女の一つの目的は琴を弾く人、演奏する人を増やしたいです。彼女は流派に抜き出して独立したわずかの演奏者の一人なので、時々自分は流派の階層構造については話したりもします。家元のシステムは良くなく、稽古は難しくて自由がないため、琴は発達できないことにも彼女は言っています。やはり伝統は生きていかなければなりませんと彼女は思っていると思います。したがってヤギは国内の非常にローカルな伝統和楽器の教育などを注目する上、世界のミュージシャンと交流しながらグローバルなアバンガルド音楽シーンに活用しています。変化こそが琴の本質なのであり、この変化は琴の伝統であろう。琴は非常に地域的であって、日本の文化遺産とも見なされていますが、その起源は国際的であり、中国や韓国の影響も深いです。やはり琴は国際的でも正統的でもあり、これはかなり、21世紀のグローバルシーンにも音楽シーンにも関わっていると思います。また琴の加担性と柔軟性は国際交流に最適化されています。そして琴の柔軟性を用いるヤギ・ミチオの21世紀のグローバルな音楽シーンを想像し、未来の音楽の作り方を示唆します。最後に、終わりに1分だけヤギ・ミチオの曲をちょっとだけ流したいと思います。ここは見えるように2011年即興の音楽でペーター・ブロッツマンと本田泰真と電気化された21弦の琴
の、あ、すみません。はい。そして琴の楽器自体は同時に伝統でも世界的なグローバルな音楽でもあります。以上で発表を終わらせたいと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございます。それでは、質問ご意見などもありましたらお願いします。大変楽しく聞きました。ありがとうございます。楽器 その正倉院の時代からの発展と、はい、それからまあ21世紀ということを比べておられたと思うんですけれども、一応まあ日本の中 の常識的な考え方として、第二次世界大戦後の邦楽の世界っていうのがいくつかのこう段階フェーズがあるっていうふうに、まあ、みんな理解していたると思います。で、例えばその1960年代 その新邦楽っていう動きがあって、はい、まあ、それが結構大きかったと思うんですが、その後まあ楽器が25弦琴などいろいろ発展して、はい、そして今の八木さんのような時代があって、はい、そして、まあ、今日のご発表の結論としてその21世紀のっていう話があるんですけれども、まあ、21世紀になりますとそのいわゆるその流派とか家元じゃなくて大学の中で邦楽を勉強する若い方っていうのが増えてきましたので、はい、東京芸大をはじめ、大学というちょっと近代的な制度の中で勉強する人が増えてきたと思うんですけれども、その中での八木さんの位置づけみたいなものについてはもうちょっとどのように考えておられますかね。はい、まあ、おっしゃった通りことはずっと進化していていることがまあ、私にとって面白いことだし、やっぱりまあ、流派のシステムはかなり保守的なので、昔ながらの伝統な曲ですよとみんなに、まあ、ちょっと PR として発表してるんですけど、やっぱり進歩、そしてまあそう、ずっと琴は初めから進歩している進化している楽器だと思います。だからやっぱり大学の中でまあ、小さい3歳から、本当は昔は3歳から琴を始めて習ったらいい演奏者になるとも話してたんですけど、やはり3歳から習う人は習わなくてもいい琴の演奏者になれるし、他のことを勉強してやっぱり琴が魅力的だから琴を始めに習いたいという、まあ、想像感がある人は琴、あとまあ他の伝統和楽器を習い始めるのはすごい、まあ、かなりいいことだと思います。はい、じゃあ、コメントですけれども、はい、琴を習う人が減っているっていうのはちょっとある意味少し違うかなと私も思っていて、流派がこう拡散していくっていうか、いろいろな流派が新しく生まれたりもして、今は現在そのお稽古ごととして琴を習う人は相当に多いと思うんですね、若い方でも。でので、まあ、アートシーンの中で芸術的な活動をするということに加えて、その一般的なカルチャーの中での琴の広がりっていうのはなんか、もうちょっと膨らんでいるのかなというふうに私は考えます。ありがとうございます。伝統の世界との話をされて、まあ、今の話
沢井忠夫さん自体その大きい組織作られて、はい、まあ、それ以前の、まあ、具体的に言うと宮城だとか山田流なんかそういう、まあ、昔のところからは新しい音楽も自らたくさん作曲されて新しい音楽作ってきたっていう中で八木さんが学ばれたっていうのは、まあ、その、まあ、システムとして悪い昔のところにで苦労したっていうよりはかなり新しいものを最初から取り入れられるような環境で学んできたというところがあるんだろう。沢井総局員から今、まあ、非常に新しい活動されている演奏がたくさん出て最も出ているところだと思う。そういうふうに私は、まあ、日本の邦楽のことや社会人の世界に行ってるとそう感じてます。一方ではおっしゃった通りかなり、まあ、新しい曲なども作ったりしている流派なので、 まあ、あと国際的に、まあ、世界中に演奏などのにも行くんですけど、やっぱりあの弟子として流派沢井流の中ではまだかなり、まあ、流派のシステム なので沢井流だけの、まあ、ほとんど沢井流だけの演奏したりするので、まあどうかな、ちょっとまあ難しいかもしれません。はい、それ以前よりは大分いいこともよくはなってきて、はい、おありがとうございます。とても面白かったです。ありがとうございます。日本人の楽器に対する感覚の特徴として楽器の機能をあんまり増やしたくないっていう感覚があったと思うんですね。尺八であれば穴が1つしかなくて、そのあと1個増やすだけで大騒ぎしたんです、明治時代に。はい、で同じようにこともやっぱりその弦が糸が増えていくとダイアトニックがそれこそ演奏できたりとか、やっぱり 7本だとそのペンタトニックが中心になったりとか、その間をこう押したり押し入れとか引き色とかでピッチを歪めるっていうのが実は音楽にとってすごく重要な要素で、でそれが弦が増えていくとそういう要素っていうのはどんどん取り払われていって、国自由にはなっていくんだけれども、なんかその日本のそういう古典的な条件の要素がこうなくなっていくっていう可能性も考えられるんじゃないかと思うんですけど、それって考えたことはないです。お面白いです。ちょっとネットに置いていただけると。はい、ありがとうございます。考えてみます。What do you think most important point of the koto body for the global 21st century, 21st century music? Of the koto body? Koto body. The physical nature of the koto? What is the most important point, do you think? Well, as you can see in this photo, you can use the bridge, the G, to adjust both, to adjust, and because it's such a long instrument, you can play a huge range of sounds using the koto, which is very exciting because you can create, you can use both Western scale, you can use Japanese traditional scale, you can use scales of many different cultures, and you can also use it to create soundsmaybe in a more experimental manner as well. And I think that's a very powerful way to create sound, especially in the 21st century when musicians will collaborate from in many different situations. So variable pitch and the sound chords, you mean? はい、まあ、あの字を使ってあの段階を、so,変えられるのが、要するにスケールと音色両方が、はい、両方をこの字によって変化させられるっていうのがあなたの一番重要なポイントだっていうことですね。そうです。わかりました。あ、ちょっと今
今のに関連して、もう読まれたかと思うんですけれども、柴田美直先生が、今と同じ安藤先生と同じ議論をされていて、ことの根っていうかトーンカラーと、そのスケールの問題っていうのが、特にその根トーンカラーの方が日本的であるというような話を、1970年頃に書かれているので、はい、とても興味深いと思います。ぜひ一度読んでください。ありがとうございます。どこで書かれてる？どれだったかな。日本の音っていう本だと思います。柴田美直さんの、日本の音っていう本だったと思うんですけど、またちょっと記憶違いかもしれないので、またお知らせします。ありがとうございます。それでは、もう時間ですので、他の質問、ご意見などは後ほどお願いします。それではどうもありがとうございました。ありがとうございました。